私のこの質疑応答を何か教えてるというそういう、まあ、それは全て一回と自分の中の考えになったっていう、でその後そのまま自分の変化で使えるから、だから矛盾が起きない、あなたの中の考えを出して、そして自分の考えでやっていろんな現象面が変わってくる、で自分が変化したことによるって現象も変わかるわけ、あれまるだかな、あんなまるだかな、言った言葉もまるだかな、分かるから修正のしようもある、誰かの考えを頭の中に入れてその通りやったら、ね、うまくいったらその人の手柄です、その人の考え、失敗したら、ね、でもその人は責任取ってるから、ね、だから普通今までなんかどっかでいい教えとかいい考えだとかいいノウハウとか全くそれとは違う。Thank you.